はい、こんばんは。まめに発信してきてます。メインチャンネルですけれども、シーズン始まりますからね、モトクロスの。ということで、前回の動画でですね、全日本モトクロス選手権のマウンテンライダーズのチームにちょっと、密着して撮影、今シーズンさせていただくっていうお話はしたんですけれども、その中でですね、まあ、いろんな、こう、情報をですね、選手個人の情報とかですね、なんか、こう、情報をいろいろ出していければなというお話はさせていただいたんですよね。そしたらですね、ちょっとね、今回早速、もう、僕独自のルートを使ってですね、誰も知らない裏情報をですね、入手しましたんで、これをですね、ちょっと暴露しちゃいたいなと思います。はい。だからね、もう、モトクロス業界って、こんなことになってんの？みたいな感じのとかですね。あの選手ってあんなことやってんの？マジか？みたいなね。そういった情報もですね、そのうち入ってくるんじゃないかなという僕の独自のルートを使えばですね、そういうのをですね、楽しみに、していただければなと思います。ということで、たまに、これシリーズ化しようかなと思うんですけど、このですね、裏話の、ですね、暴露ということで、やってきたなと思います。で、今回ですね、このマウンテンライダーズの、皆さんですね、選手の皆さん、どんな情報を得たかというとですね、よくあるじゃないですか。好きな食べ物なんですかということで、まあ、よくね、それは、皆さん、まあ、インタビューとかでもよくあると思うんですよ。でも、それって単純に、やっぱり一番好きなものを答えるんですよね。じゃあ、僕の場合ね、今回、どういう、ことを聞いたかというとですね、入手したかというとですね、2番目に好きな食べ物です。もう2番目に好きな食べ物、なかなか皆さん思いつかないと思うんですけど、それをね、ちょっとね、独自のルートを使って、聞いてみました。聞いてみたところですね、なんと返信が一番早かったのがもう池田稜選手ですよ。なんか返信が早すぎてね、ちゃんと練習してるのかなっていうのがちょっと心配になるぐらいなんですけれども、まあ、おそらくね、さすがにそこはプロフェッショナルの、ライダーなので、大丈夫かなと思うんですけど、まあ、もしくはですね、練習しながらスマホでですね、片手で、返信するぐらいのですね、技術があるのかもしれないですね、池田選手は。まあ、その辺は大会の走りをですね、本番を見ていただければわかるかなと思いますんで、ぜひ会場に、足を運んでいただければと思います。ということで、池田選手の、2番目に好きな食べ物ということで、これがなんとですね、シューマイだそうです。シューマイ。これはもう、庶民的ですよね。だから、シューマイを食べればですね、もう、モトクロスは速くなるというのがもう立証されているわけですよね。まあ、一番の食べ物は逆にわかんないですけど、はい。あえて2番目ですよ。これ、シューマイっていうのを誰も知らなかったと思うんですよ。でね、早速ね、シューマイを今日、買ってきましてですね、横浜名物、チルドシューマイということで、まあ、これがですね、池田選手がまあ、好きかどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、もう、とにかくね、これ安いんですよ。セールの時は1個50円前後で売ってますからね。これはもう横浜名物、もう売れ筋ナンバーワンっていうのがね、納得ですよね。まあ、でも横浜のシューマイといえば、やっぱり崎陽軒のシューマイっていうのが、まあ、有名だと思うんですけど、まあ、あれと、まあ、僕もあれ食べたことないんで、これとこう、どう違うのかなっていうのが、まあ、ちょっとね、今度食べてみたいなっていうふうに思ってるんですけど、なかなかね、関東行っても食べる機会がないというタイミングがないというような感じなんですよね。なのでね、その辺で今度、ぜひ食べて、この安い、庶民的なシューマイと、何が違うのかっていうのはですね、試してみたいなと。は思ってますっていう、なんとなく、どうでもいい話です。どうですかね。あと、これ、もう、CM 来ないかな。あの池田選手も食べてる横浜名物、チルドシューマイっていうね、売り上げナンバーワンっていうね。そういうので、CM 来ないですかね。来ないですね。池田選手にはちょっとね、食の CM は来ないですかね。はい。はい。ということで、池田選手は、シューマイということで、まだまだ、入手しております。続きまして、マウンテンライダーズのエース、IA1 クラス、最高峰のクラスですよ。
内田選手、なんと2番目に好きなもの、貝類だそうですんで。貝類、僕も好きなんですよね。貝類、お寿司に入っ、お寿司の、粒貝とかね、すごく好きで、粒丼とかですね。まあ、あれが好きで。で、まあ、貝類であれば何でも好きというような話らしいんですけど、ちなみにですね、もう3番目に好きな食べ物をですね、入手しちゃいまして、唐揚げっていうのをですね、自白していたみたいで、もう貝類と唐揚げが好きということで、こんな感じですね。はい。もう、俺はもう貝類といえばもうやっぱりタウリンがね、たくさん含まれてますから、だからやっぱりそれだけね、早い、こう、レースで成績が出せるっていうのも、このタウリンのエネルギー、タウリンのパワーで、いい成績が、いや、そんなことはないですね。もちろん練習で頑張って、ね、その上でタウリンを摂取して、それが、こう、体力になってるというような形かと思います。はい、ということで次、IA2 クラス、松木春選手ですね。松木春選手の、2番目に好きな食べ物ということで、バナナということで、まあ、これはスポーツマンにはもう定番の、バナナですよね。もうスポ、運動中に食べてもいいぐらいの、もう吸収、すぐエネルギーにこう変換されるものですから、もうこれはもう回答としてはね、もう100点ですよね。まあ、ただ2番目っていうのはね、ちょっと、まあ難しいところですけど、一番好きなのバナナっていうのも、うん、まあきっとないだろうね。はい。ということで、松木春選手に、バナナの差し入れ、非常に喜んでいただけるんじゃないでしょうかね。はい。さあ、続きまして、松木春選手の、あとはお姉さんの、松木すず選手。で、松木すず選手は、これね、皆さん一番好きな食べ物ってすぐこう想像つくと思うんですよ。で、松木すず選手の、こう着てるジャージの上あって、背中にこうドーナツのロゴがあったりとかですね。これは、明らかにドーナツが好きなんだというのがわかるんですよ。まあ実際にね、ドーナツが好きなんですよ、一番はね。じゃあ、あえてここは僕は2番目を聞いてみたら、なんと、僕じゃない、独自のルートを使って、ちょっと2番目、こう、の好きな食べ物をですね、聞いてもらったらですね、2番目、ツナマヨ、サーモン、抹茶ということで、2番、こう、2位がこう、3つあるということで、結構ね、こう好きなものがいっぱいあると、食べ物が好きなということはですね、幸せでいいことですよね。いや、しかもね、このツナマヨ、サーモン、抹茶、僕も好きなんですよね、これね、どれも好きなんですよ。だから特にね、やっぱり抹茶が本当にお茶の中では一番好きで、独特のね、深みのあるこう香りっていうのがね、やっぱり抹茶以外にはないなというのがあるんでね、これやっぱり気が合うなということで、意外とね、こう、なんか今まで言ってきた中でね、やっぱり僕も結構好きなんですよね。意外とマウンテンライダーズの選手とは気が合う、食で気が合うんじゃないかというのが今初めて、なんとなく分かったのか、僕が勝手に思い込んでるだけなのか分かんないですけど、そういったのが、情報としてですね、入ってきております。はい、あとはですね、ジュニア、のクラスのですね、阿部和人選手、なんとですね、皆さんね、よくこう、今まで言ってきたの、エネルギーになるものとか、本当に美味しいもの、なんですけど、意外な答えが返ってきまして、阿部和人選手、ライチということで、めちゃくちゃなんかおしゃれだなと思って、でしかも、ライチって僕あんまり食べないんで、わかんないんですけど、どういうものなのかなっていうのが、味がいまいちわかんないんですよね。ライチのなんか飲み物とかそういうのはわかるんですけど、ライチそのものって僕食べたことないな、多分ですね。だからそれが好きっていうのがですね、まあ、なんか、もうおしゃれだなと思って。おしゃれで、なんか女子力高いんだなっていう、この第一印象ですよ。僕の、こう、阿部和人選手はですね。まあ、ただもちろん走りはですね、かなり攻めた走りをして、かっこいい走りをしますんで、また、ジュニアクロスの和人選手もですね、応援していただければと思います。さあ、続きまして、阿部、和人選手の、引き続きまして、チャイルドクロス、阿部哲翔選手、これはですね、阿部哲翔選手、あだ名てっちゃんってみんな言ってますから、もうぜひてっちゃんって見かけたら声かけて、応援してあげてください。
で、てっちゃんはですね、さつまいもが好きだそうです。はい。これもなかなかこう出てこないんじゃないかなと思うんですよ。誰も知らないんじゃないかなということで、さつまいも。まあ、ただレース中にはちょっと食べると喉詰まっちゃって、大変かなっていうのがあるんで、これはこう練習じゃない日とかですね、ゆっくりこう家で味わって食べたいようなものですよね。さつまいもも僕ね、結構やっぱりあんまり食べないですけどね、美味しいですよね。あの甘みっていうのは本当に、なんで芋をこうふかすだけでなんであの甘みになるんだっていうぐらいのですね、不思議な味がしますよね。はい、ということで以上になるんですが、ちょっとですね、あと、阿久根嘉人選手がですね、ちょっと残念ながらまだ回答が来てないというか、まあ、当然、あれなんですよ。レース前なんで、レース直前なんで、皆さん忙しいんですよ。そんな中、回答をいただいているので、まあ、しょうがないですよね、それはね。僕にこうやってね、無理やりこう、返信をすることによって、こう、ルーティンってやっぱりトレーニングのルーティンって皆さんそれぞれありますから、そのね、ルーティンとかやサイクルが、リズムが狂っちゃったらですね、大会レース本番でね、いい成績出せなくなりますから、それはそこはね、さすがに僕が崩しちゃいけないので、なるべくですね、直前の連絡とかはね、取んないようには、しようかなと思うんですけど、もうちょっと今回ですね、急に聞いてみたっていう、こう独自のルート経由で聞いてみたっていうのがあるので、はい、じゃあ阿久根嘉人選手の2番目に好きな食べ物はちょっとまた会場で直接聞いたりしようかなと、いうふうに2番目か、まあ、3番目になるか、ひょっとしたらちょっとまたなんか違うこと聞くかなというような、ことを聞いてみたいなと、思います。はい、ということでですね、皆さんどうですか、どうですか、マウンテンライダーズの選手の皆さんの、好きな食べ物、2番目に好きな食べ物を知ってですね、今までこう写真とかでしか顔を見てなかったと思うんですけど、印象がちょっと変わったんじゃないでしょうかね。実際ね、やっぱりこの今僕の今日言ったこのね、選手が好きな食べ物、これをネタに持ってですね、会場で会った時にですね、本人に、じゃあなんか内田選手唐揚げ好きなんですか、僕も好きなんですよっていうのとかですね、シューマイとかも、そういうのをね、池田選手、に会った時に、シューマイ好きなんですかとか、そういう食べ物の話でですね、まず話しかけられるわけですよ。で、これが何もないとですね、お互いに面識もない選手だけど、お客さんは応援してるから声かけて、いつも応援しますって選手に声かけるんだけど、選手の方も何も分からなくて、ありがとうございますで、そこで結構終わっちゃうんですよね。だからそこはやっぱりね、その選手がどういう人かっていうのをですね、どんどん知っていった方がいいんじゃないかなと、思いまして、とりあえずですね、好きな食べ物ということで第1回暴露は、皆さん、ぜひ役立てていただければなと思います。ということで、会場に来られた方はですね、マウンテンライダーズの、パドックとかですね、まあレース会場でもふらふら皆さん歩いてますんで、選手とお客さん同じところを、もし会場で、会った方はですね、今日言ったこの好きな食べ物をですね、好きなんですかっていうのを聞いてみてください。そしたらですね、だいたい僕のチャンネルのこの動画を見たんだなっていうのが、後で僕わかりますんで、はい、ということで、今後もですね、こういったもう闇な話をですね、裏話をどんどん暴露していきたいなと思いますんで、また次回よろしくお願いします。